皆さんこんにちは、くるくるクールです。今日もマリオメーカー元気にやっていきます。最初は草花さんのコーススターコースターに乗ってゴーをやっていきます。クリア率約 7% ということでね、そこそこの難易度なんじゃないでしょうか。やっていきます。お、スターコースター、あ、これか。え、乗っちゃいますよ。あ、待って待って、あのメット欲しくない？あ、やばい、置いてかれる。うっそー、ちょっと待った、危ない危ない。あ、あ、かぶれたけど、置いてかれた。これ絶対無理でしょ。いける？いけない？無理だよね。はい、やり直します。何やってるんだろう。ちょっと欲を出しすぎたかな。いや、諦めよう。今度は普通に行きます。ツタが一本だけじゃなくて、あの横に幅広にあるんでって言ってたら、いきなり短くなってきた。何これ、面白い。ツタの動きがやばいやばいやばい。あの横バインが飛んできてるのがすげえ嫌らしい。え、っていうかいつまでここにいるんだよ。そろそろ進みましょうよ。おー、怖え怖え。あの丸々とこの横バインの動き見極めないとやばいことになる。あの砲弾もここにいても安心できないですからね。おー、怖え。キノコ欲しい、キノコ欲しい。やったー。そして上に登って安全地帯確保。あの PS イッチは押すんだよね。押すよ、いいの？押せる？押したいんだけど。押すよ。はい、オッケー。で、どうする？また、ツタがまとまってきてる。この動きがなんかすげえ気持ちいい。いや、なんか、見た目もすごいし、実際捕まっててもかなり不思議な動きしてますよ、これ。ツタに捕まっていくコースって大体ツタ1本だけじゃないですか。こんなに何本ものツタを束ねてるのは初めて。いや、本当にすごい。この後は登っていきまーす。もうゴールかな。ゴールでいいよ。無理しない。あ、おお、これ挟まれたらやられちゃうからね、気をつけないと。これ上行けなかったかな。ちょっと無理か。あ、やばい、もう渡った。この動きやだ。あー、難しいよ。はい、さっきやられたところまで戻ってきました。これ、あの上下運動が激しくて難しいんですけど、今度は何、下に行くから上、今度は登る、今度は下がる、今度は横。怖いよ、もう。どういう動きするのか全然予想がつかない。レールがかなり下の方にあるんでね。お、ぐにゃぐにゃで気持ち悪い。やばいやばいやばい。え、今どこにいるの？あ、いた。よかった。どこに行ったか本当にわからなくなった。で、このファイヤーバーも、もふいよ。もふいよ。よし、治った。二日酔いが治ればまだなんとか見られるかな。このツタの動き、YouTube に上げた時にうまく表現されてればいいんですけどね。ゴール！オッケー。これはギミック系のステージっていうか、雰囲気系のステージっていうか、ほんとよくできてましたよね。草に捕まってる感じが何とも言えず、すごい面白かったです。ツタコースターに乗って5、クリアしました。ありがとうございました。草花さんのコースですね。また今度やっていきます。お待たせしました。次はこちらのコース遊んでいきます。ベビーさんのコース。究極の手抜きコース。なんだか名前を見た限りは本当に手抜きっぽい。あとサムネも本当に 手抜きっぽい感じがしますが、クリア率が 3%、 4回しかクリアされていないコースですね。どんなコースなんでしょう。遊んでいきます。ベビさん、究極の手抜きコース。おお、びっくりした。今なんでヒップドロップしちゃったんだろう。あ、これもしかしてヒップ耐久しろって。
やばいやばいやばい、ヒップ耐久苦手なんですよ。これくる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 じゃいけないですね。あ、いけるかな、いけないかな。ほっ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 、やばいやばい、失敗した。あと3くるぐらいいけないかな。ほっ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 、あー惜しい。これは一回ヒップ耐久入れてから。ほっ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 、あ無理無理無理、これは無理、やばい、これ難しい、どうすんの。あーやばい。あの強制スクロールだと意外と壁キックってやりにくくなってますよね。お、あー今度はミスった、これはダメだ。まさかの難易度ですこれ、怖い。あー難しい、本当にこれくるくるくるでいいのかもどうか分かってませんけどね。ほ、あーダメだな、ヒップ耐久かな、やっぱりどっちがいいんだろう。分からない。6、7、8、9、10、これでもいけそうな気はしますけどね。できるだけ高いところでスタートして、これはダメだな。これ難しい、連打すればいいっていうもんじゃないですもんね、ボタン。ほっ、1、2、3、タイミングよく R ボタンを押してるつもりでもなかなかくるってしてくれないことがありますね。1、2、3、4、5、6、ほら今6回目か5回目かできなかった、なんで。ほっ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、あれーできない。っていうかこれでヒップ耐久ってできんのかな。あ、ヒップ耐久ってこれでいいんでしたっけそもそも。ほっ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 、あ、あ途中までうまくいってたんだけど。ほっ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 、あー途中でミスってしまう。下上 R でいいんですよね。ほっほっほっ、あーもうちょっと、あと1回できてればいけた。ほっほっ、あーほっ、あーできない、まさかこんなに手抜きコースで。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、あーもうちょっと。ほっ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 、あれーもうちょっとなんだけどな。オッケー、いったー。あーもう喋るの忘れてた。ヒップ耐久でしたね、結局私のやり方は。くるくるでもいけるのかは謎です。ベビさんのコース、究極の手抜きコースクリアしました。ベビさん手抜きすぎですよ、その割に難しすぎですよ、まったく。でも面白かったです、ありがとうございました。お待たせしました、次はこのコースをやっていきます。浅川さんのコース、この間もやったばっかりなんですけどね、ちょっと面白そうなコースがあったのでやってみます。違和感のある強制スクロールと微妙な隙間とパーパーマリオ、パーパーマリオって何、やっていきます。
クリア率 11% っていうことなんでね、できれば一発でクリアできるといいなという感じですかね。これ上いける？よいしょこれ、行っちゃっていいのかな？おー、なるほど。あ、危ねえ危ねえ。これは調子に乗っていった人を懲らしめるための罠ですね。では、お邪魔しまーす。ん？おー、びっくりした。これ、なんだっけ？フォルクスワーゲン？なんだかわかんないけど。あ、落ちた。やられたさてと、今度こそ。あ、こんなところで落ちるかな。あ、今の聞きました？クラクションの音。パーパーってこれ？パーパーって音なのかどうかよくわかんないけど。ほ、ほ、怖えここ、あ、ここ難しくない？ぷぷ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 ぱーぱー、よーし、さあ、やばいやばい。これ聞きたくてわざとやられてるわけじゃないですからね。もう聞かなくていいように次で決めてやりますよと言ってるそばからやられそうで怖い。よし、あ、ここどうすんの？ほ、お、ちょいじゃんか。怖い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 。ほっ。で？あ、コインのところを壊せばいいのね。ほっ。あ、やばい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 。アミーボの状態で挟まれてもあの音でやられるんですね。畜生、やられた。ほっ。あ。ここ焦っていくと落ちます。皆さん要注意です。ほっ。さてと、そろそろクリアしていきますよ。トゥ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 パーパー、やーだなー。よいしょ。ほっ。ほっ。これ何？この車、何なんですかね？ SUV？ よいしょ。ほっ。よいしょ。オッケー。ようやく次のところに進んでいきます。あ、中間。で？で？矢印のところ、進んでいけばいいのかな？ほ、あ、やばいやばいやばい。え、今どこにいる？どこ、あ。一番下にいた。しかもパーパー聞けなかった。これは最悪なやられ方。せめてパーパーでやられないと。ほ。ほ。ほ、オッケーじゃなかった。オッケーじゃなーい。難しいぞ。あれ？これクリア率 11%？ なんか、この間も 7% のコースで苦戦したし、もしかして、いや、分かってたけど、俺ってすごい下手？やーばいなー。これでも、実況結構やってるんですけどね。あー。ここはジャンプしてリフトを進んでいかないとダメかな。それか、ここをもっと素早く抜けるか。ほ。ほ。オッケー。オッケー。さっきよりだいぶ早く来れてるんじゃないですか？オッケーでしょー。オッケーだと思いたい。オッケーだと言ってくれ。ほっ。なんだ今の動き。車ってあんな動きするのか。ほっ。ほっ。ほっ。怖い怖い。あ、よかった。ここまでは、追ってこなかった。こんなところに出口があったのね。よかった。なんかやたらとかっこいいゴールの音楽でしたけど、
やられ方はかっこ悪いやられ方で何回もやられちゃいましたね。違和感のある強制スクロールと微妙な隙間とパーパーマリオ、タイム更新しました。ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければまたゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それではまたお会いしましょう。明日も楽しい一日がきっとやってくる。